さてと、打つ手は打ったし、何があっても対処できるよう準備万端に整いはしたけれど、それでも何があるかわからないのがステージというものだ。とはいえ、君たちならそんなことはとっくの昔に了承済みだろうと信頼しているよ。不安は尽きないけれど、今日は楽しもうね、エデンの諸君。相変わらず前置きが長いね、エイチ君。うんうん、とはいえそれすらも懐かしいし、なんだか嬉しくなっちゃうね。このメンツで舞台に立つと微妙に嫌なことを思い出しもしちゃうんだけどね。おやおや、もしかしてご貴人の私に気を使ったりしていますか、元フィーネのお二方。その配慮は無用ですよ。私にとっての舞台の記憶は常に喜びと幸福感に満ち満ちていますから。へえ、君はそういう人だったんだね。運命が違っていればお友達になれたのかも。もしかしたらあの舞台での唯一の勝者は君だったのかもね。どうでしょう、私基本的に勝ち負けに興味ないので考えたこともありません。過去よりも未来が大事ですしね。それよりも余計な思考や感情にがんじがらめになって輝きを放たぬことのないように、今はご貴人だのフィーネだのといった仮面は一旦ポイして、一個のアイドルとして舞台を彩りましょう。それが演者の、いいえ、アイドルの流儀です。それは私の望みとも一致している。天井人のお歴々、ご歓談中失礼しますよ。思い出話は尽きないでしょうが、我ら後輩組が話についていけなくて寂しいですし、そういったことは万事が全て上首尾に行った後、打ち上げの席などでやっていただきたい。僕は結構興味深く聞いてたけど。君は昔のフィーネの大ファンだったみたいだしね、リトルプリンセスちゃん。うちの主人を妙な呼び方しないでいただけますか、イオリさん。おや、シオリン君も元気？リバースライブでは君の姿を見かけなかったから、ついにお姫ちゃんも父離れしたのかなって思ってたんだけど。お乳は与えていません。それにまだまだ目の離せない坊ちゃまですね。そう思ってるのはユズーだけじゃありません。自分が完全に管理できる、支配できるものに依存するのは昔と変わりませんね。名誉毀損で訴えますよ、イバラ。念を入れてクレイジービー対策のために弁護団を待機させていますので、発言には気を使った方がよろしいかと。皆さん複雑なご関係なのは分かってるんですけど、微妙にギスギスしないでくれませんかね。今回は俺らエデンとフィーネの皆さんが足並み揃えて問題を解決しようって話でしょうね。それはそうだ。とはいえ夢の先においてはライブは戦闘の道義語のようなものだったし、君たちエデンが僕たちにとって常に仮想的な筆頭だったしね。こうして ES ビッグ3として並び評され、手を取り合って困難に向き合う展開になるなんて想像もしていなかったから、正直ちょっと脳が混乱しているよ。こういうことがあるから楽しいよね、生きるということは。僕が言うことでもないけど、あの舞台で歩みを止めなくてよかったね、エイチ君。おや、私にふさわしいセリフを先に言われました。あなた微妙に私とキャラが被ってません？え、僕こんなつちゃらかな感じの印象？自覚なかったんですか、おひいさん。はいはい、皆さん箸が転んでもおかしい年頃なんでしょうが、いい加減お利口さんにしてくださいね。
思いのほかに仲良さそうで結構ではありますが。我らもアイドルですし、なかなか軍隊のように規律正しくとはいきませんね。こちらとしてはやるべきことをきちんとやっていただければ構わないと思いますが。譲ると意見があるのは尺に触りますが、それはおっしゃる通り。まあ今回の舞台でやるのは我らではありません。それが微妙に嫌な感じだね。僕にはいつでも主役こそがふさわしいのに。うん、でもまあ数日分に予定されてる MDM 本戦で日和くんらしく世界の真ん中で輝けばいいんじゃないかな。僕は常に輝きたいの。わがままばっかり言わないでくださいよ、おじいさん。恥ずかしいな、もう。ほらもう、ちっこい方のおじいさんはお行儀よくしてるのに。あ、それって僕のこと？なんかすっごく光栄。よりくんの発言はアイドルとしては正しいよね。黄色くんの口癖が映っちゃったな。黄色くん？ああ、エイチくんが秘密兵器だとか言ってたアルカロイドの子だっけ。出し惜しみされてリハも一緒にやらなかったから、どういう子たちなのかまだよく知らないんだよね。あの子たちも前にチラッと遭遇した時はまだまだ路傍の石ころみたいで、辰巳くん以外は取るに足らない存在だと思ってたんだけどね。こんな短時間でもしもの際には僕たちと同じ舞台に立てるようなアイドルになっちゃうなんてね。何があるかわからないね、この世界は。ああ、だからこそいい日和